NVIDIA シールドタブレット付属のスタイラスペンをご紹介します。タブレットに搭載されたテグラ K1 プロセッサがスタイラスペンをよりユニークな製品にしています。スタイラスペンに対応するソフトウェアもインストール済み。スタイラスペンがあなたの生活を一変させます。スタイラスペンを使う利点の一つは、簡単に絵が描け色も塗れるということ。これはダブラーというシールドタブレット専用のお絵描きアプリです。絵を描くのはもちろん、テグラ K1 プロセッサと GPU の機能により本格的な水彩画が簡単に描けるのです。これほどリアルかつスムーズで自然な表現は他のタブレットでは見られません。絵の具は重力に反応して下に流れ、他の色と混ざり合います。水彩画だけでなく、油絵の質感と光沢まで表現可能です。ご覧ください。明るさの調節や編集も簡単。仕上がりはまるで本物の油絵です。そしてダイレクトスタイラスランチャー、こちらをカスタマイズすれば、使いたいスタイラスペンアプリをすぐに立ち上げることができます。ライトアプリを起動してみましょう。このアプリではスタイラスペンを使って手書きでメモを取ったり、写真を載せたり、文字の移動もできます。すでにインストールされているアプリ、エバーノートはメモを管理し、デバイス間で共有することができる便利なアプリです。タブレットで文字を入力するときは、画面のキーボードを打つか、手書き認識バーを使うか、直接書き込みます。どの方法を使っても入力した文字は後から検索可能です。また筆記体も認識でき、54カ国語に対応していることも魅力の一つです。さらにスタイラスペンの優れた機能としてラッソツールがあります。これはどのアプリでも使えます。例えば画面のこの部分を保存して友達に送ってみましょう。ラッソツールを選択し、丸で囲んだら保存かシェアを選択。今回は Gmail でシェアします。ちなみにこのスワイプキーボードはスタイラスペンとの相性も抜群です。 PDF を開いた場合、Adobe リーダーを使って簡単にメモを取ることができます。サインをして送信することも可能です。最先端技術を駆使して開発されたこのスタイラスペンをうまく活用する方法は他にもたくさんあります。ぜひ見つけてみてください。